はい、どうもこんにちは、キナです。今回はですね、前シーズンの PVP シーズンで僕結構対戦してたんですけれども、全150試合をね、ちょっと記録させていただいて、皆さんのね、使っていたリーダーのね、使用率ランキングっていうのを、トップ5紹介していこうかなと思います。やっぱり環境のね、パーティーとかめちゃくちゃあると思うんですけれども、リーダーってね、幅広いキャラが使われてると思うんですよね。その中で、どんなキャラクターたちが流行っているかっていうのを、集計してきて、自分でも気になってたんでね、まとめてみました。で、集計始めた期間なんですけれども、覚醒ベジータがね、実装された次の日の18時からやってるんで、まあ大体ね、ベジータ使われるようになってきたかなっていうところから、最終日まで集計してきたので、そちらからやっていこうかなと思います。はい、こんな感じでね、いつもレジェンズのランキング動画とかいろいろ発信しているんでね、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょうか。はい、というわけでね、第5位なんですけれども、2人いるんですよね。まず1人目がLL ジレンですね。超最新の LL キャラクターっていうことで、やっぱりね、このキャラクターすごい流行っていますよね。で、なんで、ね、リーダーで使われてるかってところなんですけれども、ユニークアビリティですよね、やっぱり。大きいところが、自身のね、体力がゼロになった時、踏ん張り持ちをね、持っているんですよね。で、それがね、ライジング打った時っていうことで、結構発動のタイミングがいいっていうかね、ライジング発動時なんで相性がいいっていうことで、非常に踏ん張りキャラクターとリーダーは相性がいいんで、強いというわけでね。で、ライバル宇宙とかね、強大な敵とかっていう、まあ、あんまりね、今は流行っていないっていうか、そんなめちゃくちゃ使う人多いっていうタグ持っていないんですけれども、やっぱりそこもね、リーダー起動で噛み合わせることができるっていうのも大きい部分なんかなと思っています。はい、そしてなんと言ってもね、やっぱりこの特殊アーツがめちゃくちゃ使いやすいっていうところですよね。がっつりコンボつながる範囲特殊でですね、気力回復して、余ダメージアッププラスこの気絶ね、ワンチャンつかめるっていうところもでかいし、リジェネもなんとつくっていうことで、はい、踏ん張り持ちとやっぱり相性いいっていうところもあるんで素晴らしいですよね。で、がっつりとメインアビリティもね、究極持ちっていうことで、さすが LL キャラクターですね。はい、こういったところもめちゃくちゃ余ダメ乗ってて、火力も出せるわ、踏ん張りも持っているわっていうところで、ガチでね、えげつないキャラクターになっています。しかも、ワンチャンね、他のキャラクターたちが、かいくぐられて、ライジングとかで落とされたとしても、味方がね、2人落ちることによって、体力 35% 回復とかね、ラストワン性能も、まあ、結構あるっていうところでね、そういった部分でも非常に優秀かなと思っております。はい、というわけで、第5位がフルパワージレンですね。はい、続いて第5位のね、キャラクター、2体目なんですけれども、極ベジですね。このキャラクター、レジェンズフェスティバルの目玉ってことで、やっぱり未だにね、紫染めとかめちゃくちゃ見るんですよね。はい、そういうわけで、がっつりとね、リーダーで刺す機会が多いというわけで、まあ元からね、ゼッタアビリティとかは結構幅広いキャラを上げてくれるんですけれども、まあ大負け上げもあるっていうところで、あとはね、やっぱり強力なキャラクターなんで、ほぼ確定選出するっていうことで、まあリーダーのね、アビリティをがっつりかけることが、できると毎試合ね。はい、そういったわけで。やっぱり独特のね、チェンジアビリティを持っていることによって、多くのキャラクターにね、属性有利をついていけるということで、選出機会がとても多いですね。で、もう本当に強すぎる部分が多いので、紹介しきれないんですけれども、まあ、悟空側はね、がっつりと必殺アーツで、バニシング回復して、バン持ちがいいとか、はい、特殊アーツもね、がっつり時止めで、汎用的で使いやすく、あとはね、復活アンチ、その他、もろもろですね、圧を、打つことによってね、しっかりと体力回復もできるっていうことで、自身1体でもね、しっかりと戦っていける性能をがっつりと、保持しているというわけで、非常に使いやすいキャラクターですよね。まあ、最近はね、ちょっと、極ベジアンチのキャラクターたちが結構増えてきてはいるんですけれども、それでもなおね、やっぱりチェンジアビリティを駆使して、がっつりと、戦っていくことができるキャラクターだと思っています。はい、そういうわけで。めちゃくちゃ強いですよね、相変わらず。今でも最強キャラランキング作ったら、まあトップ3とかトップ5ぐらいには余裕で入ってくるキャラクターだと思うんで、はい、お祈りカバチェもがっつりあってね、本当に高卒になってくるほど相手しにくいキャラクターの、まあ、代名詞みたいな感じだと思いますけれども、はい、回復もできて、無限にコンボもつながってね、非常に強力なキャラクターだと思います。はい、そういうわけで第5位が、極ベジですね。はい、というわけで第4位なんですけれども、LL バーダックですね。はい。LL バーダックも、まあ、かなり新しめの、レジェンズリミテッドのキャラクターになっているんですけれども、このキャラクター、やっぱりリーダー適性めちゃくちゃ高いところが、まず一つですね、6凸からかな、
バーダックチームの体力上げがつくっていうことで、まあバーダックチームってあんまり使わないじゃないですか、正直。150戦したんですけれども、一回も当たらなかったですね、正直。はい、そういうわけで、このね、まあまあまあ、使いにくい、体力上げっていう部分がリーダー機能を使うことによってね、がっつりと、つけられていくというわけで、非常にいいと思います。噛み合いがよろしいですね。で、4ダメ 90% アップとか元から持ってるんですけれども、やっぱりこのキャラクター、強いところがね、味方1体落ちることによって、ヒダメージの属性相性不利無効化できるっていうことで、まあ、なんでしょうね。一体落ちてから、例えばね、サイヤパーティーとかでバーダックって結構使われるんですけど、ゴジフォーとして、ウルゴジとか、このバーダックとね、ラスニーの、性能が強いキャラクターで、合わせることができると。で、踏ん張りモデね、つくっていうことで、ライジング2周目とかもガッツリと対策していけるというわけで、これも素晴らしい能力だと思います。で、余ダメージね、10% アップとかが、まあ、居座ることによって、しっかりと上がっていって、しかも消去負荷なんですよね。で、がっつりと消去負荷の余ダメージが、マックス160までね、乗ったと思うんで、めちゃくちゃ、本当にね、中盤とか終盤にかかってくるにつれて、強いんで、素晴らしいキャラクターですよね。はい、やっぱり味方が落ちてからの本領発揮感がめちゃくちゃ強いですけれども、まあ元からね、攻撃受けるだけで泥足2段階とか一時的についたりするので、素晴らしい切り返しの効くキャラクターだと思っています。で、メインでね、しっかりと特殊カバチェン無効とか体力回復、そしてね、安定の究極アーツというわけで、素晴らしい性能を持っていますし、で、この特殊アーツもね、やっぱ強いですよね。はい、バニー 60% 回復とかね、これも味方落ちてると発動するんだよね。やっぱりね、体力上げでがっつり、耐久つけられる上にこういったね回復要素とかバリも回復できるっていうところで、素晴らしい能力だと思っています。はい、そういうわけで、バーダックね、マジでこれからもね、リーダー性能はめちゃくちゃ高いと思うんで、まあどんなパーティーにもさしていけるんじゃないかなと個人的には思っていますので、はい、6突以上推奨だと思いますけれどもね、体力上げがつくんで、はい、そこら辺はね、しっかりとまあ復刻したら引いていきたいキャラクターではあります。そういうわけで、第4位が LL バーダックでした。はい、続いて第3位がですね、スーパーベジットっていうところで、僕は結構意外だったんですけれども、このキャラクターがね、3位にランクインしていました。で、このキャラクターね、やっぱ強いところ貫突からね、こっちか、体力上げつくんですよね、合体戦士ので。やっぱり貫突してる方がリーダーにしている人がめちゃくちゃ多かったですね。で、普通にバトル性能が優秀なことは皆さん知ってると思うんですけれども、前回よりもね、めちゃくちゃ汎用的で、まあリーダースキルが、かからない部分も非常に強いというわけで、まあなんでかなっていうか、あれですよね、貫突してる人が思ったよりも多くて僕はびっくりしましたね。はい、で、リーダーに指してあるパーティーとしては、合体戦士では少なかったんですけれども、紫染めとかかな、貫突してる人が紫染めとかで、耐久がっつり上げたいよっていう人を指してたり、あとは、スパサとかかな、スパサとかで、ウルゴジの火力はちょっと控えるけれども耐久上げつつがっつり火力出したいよっていうね、感じの編成に入っていたりしたんかなと思っています。うん、やっぱり合体戦士とかだとあんまりねスーパーベジット選出しないので、まあそこは相性悪いかなと思うんですけど、ていうかそもそもね合体の、体力上げなんで指す必要ないかなっていうことで、はい。で、まあメインとかでバフ消しあったりね、非常にコンボ繋がるキャラクターでもあるので、まあ、合体じゃ出さないって言ったんですけども、結局出したらね、強いキャラクターではあるので、バトル性能ももうトップクラスのキャラクターになっていると思います。はい、そういうわけで。まあ結構ね、最近黄色が強い気するから、そこが指しづらいっていうだけでね、紫染めとかでは、絶対選出になってくるんで、このね、リーダーは相性いいのかなとは思いますけれども、はい。まあ、貫突させたら、リーダーに刺したいっていう感じなんで、あんまりね、貫突してない方は僕もそうなんですけれども、リーダーにする旨味はないんかなと思っております。というわけで、第3位が、スーパーベジットでした。はい。というわけで、第2位になりますね。第2位のキャラクターは、赤腕ご飯ですね。はい。皆さんご存知の通りね、今、合体戦士めちゃくちゃ強いんですけれども、やっぱり合体のリーダーとして、見るね、赤腕合体型で採用されていることが多かったんですけれども、まあ、その他ね、何ですかね、ホプソ入りの未来パーティーとかにもおまけ上げがあるんですよね、このキャラクター。未来の根結が、おまけアビリティもらえるんで、そこで刺すっていうことも多いし、まあ、踏ん張り持ちでね、味方が1体落ちていると、属性相性を不利にしてくれるんですよね、一時的に。なんで、そういった意味でも、選出しやすいのかなっていうところで、で、泥足もね、がっつり持っているっていうところで、
普通に扱いやすいキャラクターなんでね、まあ選出の機会はめちゃくちゃ多いっていうことでリーダーにされている、可能性が多いのかなと思います。で、防御性能もね、皆さんご存知の通りやっぱり強くてね、射撃カバチェン持ちつつアーツに前吐きっていうことでめちゃくちゃ強いね、これ。はい。で、踏ん張りのね、回復量もめちゃくちゃ多いんで 40% っていうことで珍しいキャラクターですよね。はい。で、この打撃バニシングゲージ 10% 回復とかも、居座り性能ありつつの、これね、結構でかいって思うんが、状態以上ね、20カウント無効化してくれるんで、まあ、2サイクル目の、なんだろうな、サタンとかチルドの必殺とかをがっつりと無効化してくれるっていうところも強いのかなと思っております。はい。1年前のね、LL なのにマジで強すぎるよね、このキャラクター。はい。というわけで、これからも、なんだろうな、耐久はね、やっぱりちょっと、下がりつつはあるんですけれども、三色未来とかだったらがっつり硬いキャラだし、はい、体力上げしてあげるとね、マジで、ガチガチになるキャラクターでもあるんで、あとはアビリティでね、相手のコンボを止めることもできるんで、まだまだ優秀なブロッカーかなと思っております。ユニフラとかもね、ワンチャン来そうな可能性はあるんで、はい、そういった意味でまだまだ、使用率上がってくるのかなとは個人的に踏んでおります。というわけで、第2位が、みんな大好き、関ワンゴファンでした。はい、というわけでね、リーダー使用率のトップキャラクターはですね、第1位ですね、ウルゴジになりました。結構僅差ではあったんですけれども、まあ5件ぐらい上だったっていうことでね、スーパーゴジータやはり一番多かったです。リーダー除いても半分ぐらいの試合でマジでウルゴジ採用されてたんで、まあ必然的に多くなるだろうというわけで、で、このキャラクターね、多分唯一無二だと思うんですけれども、リーダーにね、することによって独自のアビリティがかかるんですよね。他に多分こういう性能のキャラいなかったと思うんですけれども、リーダーにすることによってダメ 30% アップ、気力回復速度 30% アップっていうことで、これがね、乗るんですよね。で、他のね、このリーダーにしなかった場合は合体戦士で染めると、ここら辺の能力が上がるっていうことなんですけれども、このね、スーパーゴジータくん結構ね、タグが多いんですよね。サイヤー、スパサ、合体フュージョンあたりあるんですけれども、まあ、あとは劇場とかもね、持ってるんですよ。で、紫とかでね、採用されることも多いんですけれども、そういったね、合体で染めない、編成とかにね、リーダーにしているっていうことが結構多くて、やっぱりね、どんなパーティーにもさせるアビリティを持っているっていう部分が、マジで、その使用率もいいね、高いのかなと思っております。で、やっぱり、トップクラスのね、もうトップ1なんじゃないかな、今は。もう、やっぱり最強ランキング1位にしてる方も多いし、余ダメージ 100% アップ、火ダメ 50% カット、ドロ速1段階アップがもう常時ついているというわけで、バフ消しも強くですね。で、独自のね、ユニークゲージも持ってるっていうことで、もうここら辺は皆さん知ってると思うんで、あんまり言わないですけれども。で、味方をしていると、属性相性をフリーにして、じゃあフリ無効にして、交代禁止付与するっていうことで、まあ、ぐっつり強いですよね、やっぱり。で、まあ、攻撃性能えげつないし、バフ消してね、相手の火力を下げることもできるし、究極は2回撃てるしっていうことで、アーマーもうほとんどの圧で持ってるっていうことで、もう最強のキャラクターと言って、差し支えないのかなと思っております。はい。まあ、スーパーゴジータはね、本当に、あれですね、タグも多いってさっき言ったんですけれども、ここら辺のキャラクターがね、どんどん強化されていくたびに、またまたね、株が上がってくるのかなと思いますし、で、最近はね、ウルゴジのガチャが復活のフュージョンを復刻したんですよね。その関係で、やっぱり、凸の平均も上がってましたし、未処置の方が、がっつり引けたっていう方も多いと思うんで、リーダーさせてるっていうのが、大きく繋がっているのかなと思います。まあね、ウルゴジさん、ティアがね、今期から下がってしまったっていうところで、まあ、体感はね、そんなに弱くなった感じしないんですけれども、これからもね、吟味していって、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、これからも全然普通に使用率高いんじゃないかなと思います。というわけで、LL ベジータが出たんですけれども、まだまだ使用率下がっていなかったウルゴジさんでした。はい、というわけで、今回はですね、ちょっと巻きではあるんですけれども、リーダーのね、使用率ランキングっていうのを、作ってみました。ぜひともね、皆さんのお気に入りのリーダーのキャラクターとかもね、コメントで教えていただけると幸いです。はい、というわけで、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は終わっていこうと思います。お疲れ様でした。